早弁です。今日は青森県の鰺ヶ沢のね、名産品のくじら餅を食べてもいこうと思います。さて、いただいていきましょう。こんな感じになってます。うるち米だとかね、そういうものを使った、お菓子のようですね。宮崎のくじら羊羹っていうのもあるんだけど、それとはまた違うのかな。で、うるち米、もち米、砂糖、小豆、食塩で作られているんです。で、なんか切るものがなかったもんで、ね、スプーンでガッツリガッと切って食っていこうと思います。生菓子ですね。あんとかが入ってるわけでもなんでもないのか、普通に本当にもち米に、砂糖とか入れてんのかな。結構普通に素朴な米菓子、砂糖の味がするねって感じだな。あんが入ってるかと思ったんで、カスピカヨーグルトを用意したんだけど、あんは入ってないので、ちょっといらないかなって感じになっちゃってますね。本当にこんなプレーンな感じのね、米粉を作った菓子ですね。そんな、甘すぎずなんだけど、砂糖はそれなりに入ってるかな。だけどそんな甘々な感じはしないですね。なんだろう、秋田に浅漬けっていうね、米粉だとかを砂糖とお酢かとか、ああいうものでね、その作業の合間にさ、休憩の時におやつとして作ってた、あれとは全然まあ違うんだけど、これは酸っぱくもないしね、だけどあれと同じ考えで作られたものなんじゃないかなと思いますね。だからちょっと休憩の時に甘くて、ね、腹持ちのいいものを食べよう、そんな感じでできたような味ですね。だけどね、最近のこういろいろね、装飾しすぎたような、昔とは違ったこういうね、素朴な味っていうの本当に好きなんでね、これはこれで美味しく食べられますね。ということでね、あれでした。ご視聴ありがとうございました。